るためタクシーに乗ってもらったところでモニタリングスタート。もう怖かった。なんかあの部屋、あの家になんか女の人が住んでいらっしゃるっていうお家みたいで、スタートから幽霊タクシー歴代最高のリアクション。さらに隣ですか？あのお客様の隣には誰もいらっしゃいません。黒髪から前へ進んでいかないので振り向いてみる。あまりの反応に今までどんな状況でも必ずクールを装ってきた幽霊役の女性も笑いを抑えきれない。展開されていく恐怖。本当に座ってます。テレビに、あ、女の人が座ってる。決めどない笑いが込み上げる幽霊。しかし静かきで立て直し泣くに復帰。周りにいません？女の人。いや、います。いないですか？さっきの髪の毛の人が、ね、自分の体をつねって確かめる41歳の一つが。何これ？私のことちゃんと見てよ。お話ししましょう。ここから幽霊と不思議ちゃんの奇妙すぎる会話が始まる。どうしてずっとタクシー座ってるんですか？どうしてだと思う？わかんないです。タクシー好きなんですか？タクシーなんて大嫌い。幽霊の機嫌を損ねてしまい深く後悔。今度は幽霊から質問。面白い話聞きたい。面白い話、でしょ。ちょっとね、ちょっと待って、1分ください。幽霊を怒らせないよう必死で面白い話を思い出す。そしてひねり出したのが、あのファーストフード屋さんで、あのメロン、あ、メロンにします、ミルクにしますって言われてメロンって言っちゃったことが。先言ってください。メロン、あ、オチを最初に言ってしまうという痛恨のミス。かなりテンパっているようなのでモニタリング終了。もっと見たかった。ちょっと嘘ですか？これ、なんかいるんですけど。
先生。